アレック・マパはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の俳優、コメディアン、作家。フィリピン系家庭に生まれ、地元サンフランシスコのジョージ・ワシントン高校を卒業した。芸を公言しており、多くの同性愛者やアジア系アメリカ人の支援団体を援助している。1980年代から数多くのテレビ番組に、いわゆるオネキャラとして、 コメディ作品を中心にゲスト出演している。その傍ら、コメディ番組の脚本や自伝などの執筆活動も行っている。テレビシリーズでは、デスパレートな妻たちの主人公の一人がアブリエルと、高級ブティック巡りを楽しむゲイの親友バーン、また、アグリーベティで、モード氏などのゴシップを扱うファッション系、ニュース番組の司会者鈴木セントピエールという、二つの 役でおなじみの存在である。またトランスジェンダー女性の恋愛を、追うリアリティ番組の司会者をも務めている。ドッター、ジョシュア、ハーフハーフ S アレックマパゴーズオールアウト、AFTERELTON.com http://www.afterelton.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーカイブスラッシュエルトンスラッシュ t v スラッシュ2005スラッシュ8スラッシュ alecmapa.html2007 年11月2日閲覧ありがとうございます。